ザ・ゴールドをご覧いただいておりますが、ザ・ゴールドの醍醐味はショーケースだけでなくバトル部門があります。今回のバトルでは関西と関東の直接対決も見れますので見応えがあります。一体どのチームが栄冠を勝ち取ることができるのか、それでは行ってみましょう。キングオブダブルダーク。のピックアップワンムーブ。今回僕たちはザ・ゴールド2011チーム対抗バトルのジャッジを担当しました。ここで惜しくも決勝戦には上がれなかったものの、印象的だったチームのムーブをピックアップしたいと思います。こちらのチームをご覧ください。どうぞ。このチームは出来損ないというチーム名です。まあ出来損ないじゃない、ね、まあ出来損ないではないですね、うん、結構技術があるんですけど、はいすねはい、引っかかりそうだけども通すっていう、そうそうそう、上回生ならではの凄みですね。ですね。帽子が脱げてね、そうしっかりアクロバットも決めた後にこのねハプニングなんだけども、そうそうそう、同時にね、はい、おお通す、いいですね、素晴らしいです、はい、このムーブが決まった時はちょっと審査員席でちょっと熱くなっちゃいましたね。そうですね、結構ね周りもしっかり盛り上がってました、うん、続いて紹介するのはマットというチームです。フレッシュなチームですね。ね、まだフレッシュですね、うん、まだ若い、うん、まあ、すごいノリのいい2人でね、ステップを飛ぶっていうのは結構難しいですけど、まあ通すっていうね、そう、それがなかなか技術力が高くなる、ね、うん、できないですね。回りながらっていうのは結構ね難しいんですよね、うん、あまり最近は見ないですね、これ。そうですね、まあ、そのバトルの中では珍しいことをやる、お客さんが見たことないようなことをやるっていうのがすごい重要な要素なので思うんですけども、そのステージを縦横無尽に使っていてね、うん、すごく見栄えがいいんでね、いいですね、周りの余ってる人のなんか乗り方避け方もすごい良かったんで、いいんですよね、そうなんですよ、ないかと思いますね、全部でこう見せてるっていう、うんうん、はい、この強豪チームを倒して決勝戦に上がったチームはどのようなバトルを見せてくれるのでしょうか。決勝戦の模様はこの後すぐ。皆さん決勝楽しむ準備はできてますか。DJ はもちろんツーウェイリビューチェックラー。 All right 先行、こちら側はサブロック、まずはアクション。
ザ・ゴールド、キング・オブ・ダブル・ダッチ、栄えある優勝に輝いたのは、サブロク関東代表サブロク、おめでとう。優勝に輝いたサブロクにはトロフィーと賞金の5万円が贈られます。イエーイ。チーム対抗バトル優勝のサブロクの皆さんです。何よりもこのチームのメンバーでダブルダッチでができたことがとても本当に幸せで、すごく楽しくて、ダブルダッチって改めて本当に楽しいスポーツだなって感じることができたことに感謝をしています。で、たくさんの人が応援してくれたことで、私たちはきっとこの場に立てていると思うので、その感謝の気持ちを忘れずにこれからも頑張りたいと思います。サブロクさんのその縄がすごく独特っていうか他にないんで、それってどうやって考えてやってるのかなって、とりあえずやってみてみたいなのかなとか。それみんなでただフリーに回し遊んでて、こんな格好で回せるんじゃないとか、こんなこと誰もやってなくないっていうところをどん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 やっていったら、ああなりました。やっぱり誰もやってないことをやるっていうのをもう一個コンセプトなんで、それが見たことないものを見たいってやっぱり思ってると思うので、見せられたかなと。そうですね、次世代が頑張って僕らなんかじゃない、もっともっとすごいことやってくれるのが目標というか理想ですかね。後輩のために頑張ってるので、後輩に継いでほしいです。このスタイルじゃなくてもね、後輩に頑張ってほしいです。ありがとうございました。チーム対抗バトル優勝のサブロクの皆さんでした。本当におめでとうございました。